張るよ。はい、どうも皆さんこんばんは、バーチャル一人一でございます。さてさて、多分ねこの動画の一本前にも多分ね出てると思うんですけれども、さっきはね、ゾテヒカの練習譜面やったということでそちらね見てくださったら一番いいんですけれども、まあ今多分今出てると思うので、まだ見てない方はねそちらもぜひ見てくださると嬉しいんですけれども、まあね、案の定コテンパンにやられましたはい、ということでまあね、今度は、気を取り直して、ちゃんとしたね、ちゃんとしたって言い方悪いけど、あのマスター譜面の方やっていこうかなと思います。で今回ね、プレイするのはこちらですね、シャングリラシャワーということで、はい、こちらも、リリースというか、マスター画面譜面として出てきてから結構経ちますけれども今更ながらですがやっていこうかなと思います。はい、ということでもう早速やるんですが、パーティーはいつものクール艦隊ですかね。このクール艦隊一応あのスコアアップ多めをにね入れておりますので、判定曲は 2、3人ぐらいだったかな、それぐらいで、まあそんな強くないんですけれども、はい、で今回もね多分プレイ動画と右端ぐらいにあの僕のね今この画面が映ってると思うので、まあいつも僕がねどういう風に、スクエスのプレイしてるかっていうのをね見てくださったらいいかなっていう風に思います。はい、ということで早速やっていきましょうか。それではお聴きください。ミューズでシャングリラシャワー。いつもはねこういう風に親指で携帯を持って親指でやっております。いやー、人差し指とかはね、昔やってたんだけどね。今はもう親指ですね。助かったわ。一発逆転です。一番です。このベースボール編の、カヨチンが、かわいいんじゃ。助かったわ。一番やん。さて何を話そうか。一発逆転です。多分ねもうこの時期おそらく春休みに入ってる方とか多いんじゃないかな、学生の人で、まあ、もしかしたらあのまだ大学の受験の後期試験が待ってる方もいるかもしれませんが、皆さん大学受験の方はどうでしたか。なんか全然スクエスとは関係ないけどあーもうそんなこと言ってたから、助かったわ。一発逆転です。一番です。スクエスの話しようか。いや最近ね本当なんか今スクエス感謝祭の予備予選、一次予選っていうかやってるじゃないですか。もともとね僕そんないわゆる上手じゃないので、下手なので本当に通る気はしないんですが、なんかねあまりの下手さにちょっと落ち込んでるっていうのがあって今もね本当にだいぶグレート連発してたんですけれども、いやー本当になんか、まあ、あんまりね上手くないっていうのがあって、スクエス感謝祭の一次予選はおそらく突破できないと思うんですけれども、まあ一応参加してる分にはやってるので、はい、なんかそんな話しかできませんでしたが、なんてまあそんなことしてるうちに終わりましたね。はい、まあそんな感じで、まあやっぱひどいねはい、まあそんな感じで、いや本当にねもうなんか今日もね出す動画がねこんなまたひどい形になってしまってあれなんですけれども、どうしようか、フルコン動画とか出してもいいかもしれないんですけれどもね、まあ一応なんか初見でやるっていうのがやっぱ一番いいかなっていうのあって、僕の中ではねあまりにもひどいけどはい、ということで、まあ、そんな感じですかね。まあ、まだね、あと、モーメントリングと、さよならへさよならが残っておりますので、さよならが、さよならが、あれだね、スイング入ってんだ。やばそう。まあこちらもね、近々、動画の方アップしていこうかなと思いますので、ぜひ、こうご期待ということで。はい、ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。
それでは次回の動画でお会いしましょう。場所は12日でしたまたね。バイバイ。